関羽を通せば諸葛亮の片腕を思いだも同然。勝に走れ。諸軍は水を絶たれた花のごとく枯れ果ててしまうはず。諸葛亮ともあろう者がどうしたことだ。外邸に兵を出しながらその陣取りとは。諸君もよくよく武将を失ったと見える。バカめが、バカめが、兵法を知らぬボングめ、今に見よ。バカめが餌に釣られてのこのこと。凡庸な者、拠点とは偉そうに。ふん、忌々しい。バカめが、任務は果たせぬわ、気ままに動き回るわ。まるで役に立たんやつめ。まったく、上官であるこの私が恥をかいたわ。バカ者め、この芝中達、義の政務などに興味はない。私は病気だと曹操殿に伝えよう。信を得ねば。知ったことか、私は仮病だと。いや、今のは気にするな。病気だと言っている。何があろうと動きはせんぞ。残念だが芝居殿は人に会うのが怖い奇病だと。バカめが、誰が人が怖いなどと言った。で、貴様は何用だ。まずはこの私を試すだと。不愉快な奴め。だが確かに調整はしておかねばな。ふん、凡人ども、我が知略の前に屈するがいい。思惑は知らんが、せいぜい無様に己を晒すがいいわ。一発など消されると知りつつ曲げるか。ふん、今頃泣いたところで遅いわ。ふん、凡人が分際もわきまえず国士を狙うか、泣いて自らの手を見せるとは無能の極みよ。己、愚昧のとの分際でこの私に勝つか。私に花を持たせ気持ち多く曹操殿の元へと行かせるとか、もっと頭を使えんのか。不正であっても勝ちたかったと己のわがままを吐き出しているだけか。やかましい、もう麻雀など知ったことか。空気を読めぬ者どもも早く立ち去れ。私は寝る。本当に具合が悪くなってきたわ。バカめ、身動き取れない。だが安心しろ、一気に叩いて楽にしてやる。突進、不平など構っておれん。すれ、この芝中達が作る天下だ。せいぜいあの世で驚嘆するがいい。我ら芝家の天下も安泰か。バカめが、愚か者め、散るがいい。こうるさい奴め、無様だな。バカめ、こうも簡単におびき出せるとはな。愚か者が相手では策の練りがいもないわ。私に勝てるつもりか。なんと猛邁な、戦を知らぬバカ者が首を差し出しに来たか。随分と暴れてくれたものだ。相応の覚悟はできているのだろうな。待て、貴様はこの私が葬ってくれる。身の程も知らぬ愚か者め、我が野心の礎として歴史の闇にうずもれよ。次から次へと群がってきよって。貴様ほどの男が無様に孤立とはな。一人で全てを描ききるつもりか。図に乗るな諸葛亮。もはや貴様など眼中にないわ。ただ敗者として歴史に名を残せ。諸葛亮、ダッキーは宗妃を取り逃がしたのだ。褒めるには及ばぬ。ゾウ、魔王、くだらぬハッタリが私に聞くと思うてか。お前さんが芝居か。小ずるい顔しておるの。そのような挑発に乗るか、バカめが。乗っとるから。死ねえ、バカめ。
死ねという貴様が死ね。ふっ、バカどもめ。芝居殿、見事な計でしたね。ふん、貴様が言うと嫌味にしか聞こえんわ。貴様ごときに竜の志が読めるか、バカめ。バカめとは、バカめ。撃てろ、バカどもめ。レサに釣られました。ダークネス、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 ネネネネ。私の手を煩わすな。さっさと戻れ。その息は後に取っておけ。お前、今武器は何を使っている？どうせいかつい野蛮な代物だろうな。これをくれてやろう。お前ならば良さが分かるはずだ。ふん、私に感化されたか。お前の気力もそこそこ悪くないものになってきたではないか。ならばその血、さらに磨いてみせよう。だろうな。この程度の策、すでに織り込み済みよ。愚か者、無駄死には許さん。我が策のもと、他の者と連携して戦うのだ。身を挺して敵をおびき出すなど、少々戯れが過ぎますぞ。お、私は苦戦などしていない。が、お前の救援には礼を言おう。